アンジェロ・マンジャロッティは、イタリアのミラノ生まれの建築家で、工業デザイナーである。彼の建築、プロダクトデザイン、彫刻における主コンセプトは、素材と技術の的確な利用を通した構造の形成にある。長いキャリアの中で、建築とデザイン制作の工業プロセスに努力を、傾注し、利用が、真に必要とするところを決して忘れることがない。ザ・サンシリンダーズ・ハウス。 ミラン、フォトグラフトバイ、パオロ・モンティ・イン1970-1948年、アンジェロ・マンジャロッティは、ミラノ工科大学の建築家を卒業した。マックス・ビルに出会った後、1953年に、アメリカに渡って、イリノイ工科大学の客員教授として、シカゴで仕事をした。アメリカ時代、マンジャロッティは、フランク・ロイド・ライト、バルター・グロピウス、ミス・ファンデル・ローへ、 コンラッド・ワックス・マンラに会っている。この巨匠たちは、マンジャロッティの人間的及び職業的成長に大きな影響を与えた。2年後、マンジャロッティはイタリアに帰国し、ミラノに自分の建築事務所を開いた。1989年、彼は東京にマンジャロッテアソシエーツ事務所を開いた。1986年から1992年まで、 コれレ・クリスタルレアのアートディレクターを務める。マンジャロッティはまた、イタリアやその他の国の多くの大学で、集中講義を受け持った。彼が教鞭を取った大学には、エスティチュート・スペリオレ・ディ・ディセニオ・インデューストリアレ・オブ・ベニス、ユニバーシティ・オブ・ハワイ、エコール・ポリーテクニック・フェデラレ・オブ・ルーザナ、ユニバーシティ・オブ・アデレード・アンド・サウス・オーストラリアン、インスティチュート・オブ・テクノロジー・オブ・アデレード、 ファカルティオブアーキテクチャーオブパレルも、ファカルティオブアーキテクチャーオブフローレンス、ファカルティオブアーキテクチャーオブボリーテクニコディミラノがある。セミナー、会議、展覧会において、建築とデザインに関する国際的ディベートに参加する。その業績に対して、デザインと建築量分野で多くの賞を受賞している。2012年6月30日、ミラノで死去。 91歳没。アンジェロ・マンジャロッティの活動は、デザインの多くの分野に及ぶ。以下は、マンジャロッティスタジオの、主な作品を、タイプ別に挙げている。インフラストラクチャー、ミラノ地下鉄、レプブリカ駅工場とオフィス、フェイスプコンストラクティブシステム、フィアットカーデストリビューターインバスレンゴ、1976、ブリーナコンストラクティブシステム、 1972U70 コンストラクティブシステムレマプラントインギュッサの1990ユニフォープラントインツラテ1982レマプラントインアルサテブリアンツァ 1969FM コンストラクティブシステムエルマグプラントインリソン1964住居初期の重要なプロジェクト工業デザイン彫刻重要な国際展示会 受賞、アンジェロ・マンジャロッティ・スタゥディオ・マンジャロッティ2012年9月15日、閲覧。ありがとうございます。